皆さん、8時からアンチ君とゲームする約束してたんですけども、アンチ君、来ません。ということは、遅刻！遅刻おめでとうございます！アンチ遅刻！遅刻めでたいですね。いつも遅刻してばっかりで。もう、待ち合わせ時間に来たことなんて2、3回ぐらいしかありません。これは、とんでもないので、お仕置きですね。今日は、お仕置きです。よう。ようじゃないだろ。え？えじゃないだろ。え？え？まずはなんだ？え？え？あ。あ？あ？よう。ようだと？よ。あ。なんだ？いや、ちょっと遅れてごめんなさい。なんで？いや、普通に遅れちゃった。普通に遅刻したの。いや、たまにはまあなんかね、いつもちゃんと時間に来てるから。いつも遅れとるやん。うわ、ちょっと待って。よし、よ。来たな。今日は、はい。スプラトゥーンで引き分けを作ろうかなって。おお。ね、2人でやったことあるんだよ、いちいちで。ああ、そう、でも頑張ってもさ、ちゃんと濡れなかったじゃん、 100% まで。うんうん、うん、だから今回は仲間たちを呼びまして、うん、おお、しかもこの仲間たちにジェイソンとヒレをいるから見て。いや、すごいすごいメンバーを揃えてよ、今日すごいすごいよく集まったな、よなちゃん。今回しょっちゅう講座、はい、いつも俺がやってるしょっちゅう講座なんだけど、ここで、ま、引き分けを作ります、うん、よし、はい、頑張りましょう。はい、しょっちゅう講座。よーし。引き分けの動画は見たことあるか。てかやったことあるもんね。やったことあるっけ。大体わかるよね、塗る場所。誰にも説明しないんだけど。まあまあわかるわかる。大丈夫大丈夫。ヒレオとジェイソン知ってるかな。うん、でも真ん中の場所がわかんない、まあ。真ん中の場所は俺が引くから、なんか合わせてくれたら。じゃあ角っちょから塗っていく。いいですか、ね。うん。塗り残しないように気をつけないと、あとだから大変になっちゃう。オッケーオッケー。結構むずいよ、これ神経使うからね。めっちゃ疲れるから。でちょっと俺塗って真ん中作るか。うんうん、真ん中作ろう。ここ塗って、いいね、みんな頑張って塗ってる。ちょっと真ん中作りますね。うん、大事なところ。あ、そこ、あ、そこで分けるの。あ、ヒレを分けて真ん中知ってる。どこでよ、真ん中。いや、もうこれいいんじゃない、これちょうどいいじゃん、ここ真ん中。あ、なるほどね。そう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 。で、ここはここなのよ。ここが真ん中。どれが危ない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 。ああ、これか。危ない、ここ真ん中、ここ。あ、オッケーオッケー。これで半分になる。これちょっと塗った方がいい。あ、絶対塗った方がいい。ありがとう。はい。いけそう？もうちょっと。そう、それをね、調節するのが難しいんだよね。あ、ここ出てるね。これペチペチで、これ何煽って、何煽ってんの。じゃあペチペチで直す、知らないの、ペチペチ。え、アンチ知らないんだ。そういうこと。いや、それは知らんかった。煽られたんかと思った。違う違う違う。見て、あれ、いつも煽られてるから。アンチ、あれ見て。え、これ、これ、ほら、ヒレを見て。おこれが煽ってる、ヒレを。真ん中を作ってんの。真ん中いけたから、これ塗りとこしないからちゃんと調べて、アンチ。オッケーオッケー。塗り残しないか見て、大事だから。オッケー、いいよ。お、いいね、いい感じだね。あ、ここ塗り残しあった。危ねえ。危ない。塗り残しあったぞ。完璧完璧。こっちはもう完璧。俺の方も今ね、ちょっとだけ見てきたわ。よしよし、アンチどこ。ここ。よし、最後みんなで集合しよう。よし、いけるかな、これ。いけるかも。どうだ。いや、どうだ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 。おお、綺麗じゃん。めっちゃ綺麗。いけいけいけ。うわー、惜しい。惜しい。あ、え、塗り残し 0.1%。 え、なん、どこで塗り残しか。真ん中なの、これ。よし、じゃあ塗り残しないようにいきたいんだけども、うん、ヒレオいわく、
キレオのチームは塗りが甘いらしい。だからアンチのチームだよ。ねえ、キレオ、キレオそんな怒ってんの？キレオくんもだし、あのみんな怒ってるよ、うちのチームも。ちょっと。ジェイソンガチギレしてる。厳しくない？なんか。いや、ちょっと連帯責任になっちゃうじゃん。どこだ？うん。アンチどこだ？あ、いた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 。どれ？あ、いた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 。いたいたいた。あーっ！あーっ！あーっ！ちょっと、なんで引いたの？うちの字が入ってちゃ危ないからさ。これね、あの、真ん中引くためにさ、ローラーできてるの。ちょっと見てほしいから。どこだ？あ、今塗ってた。ちょっと、うん。あ、いた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 。ちょっと見てて。うん。そう、危ないよ、マジで。マジで危ない、いいよ。うん。あ、じゃ、それいいよじゃない。危ないよ。ああ。いくよ。見ててね。ああ。これで真ん中を、ほら、綺麗に。おお。すごい。ああ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 ねえ、近くに来るじゃん、だってアンチが。近くに来るよ。だって。危ないよ。あ、ちょ、左やばい。こっち大丈夫か？そこやばい。これ俺がね。左をもうちょっと前行って。左。俺が引く。うえー、うまい。まだこっち。こっち、こっちちょっと危ない。どっち？もっと奥。どこ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 ？ここ大丈夫これで。あ、ほんとだ。うい、ちょっと。左よ。左危ないよ。左よ。左どかして。左よ。ヒレ溶かしてアンチ。ヒレ奥どいて。ヒレちょっとここ行ってここ行って。危ないな。奥奥行って。何やってんの。いや。ああ。ちょっと待って。ちょっと待って。やばいやばいやばい。時間の時間。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。これなんか塗ってくれた。時間ない時間ない時間ない。アンチのチーム塗ってくれた。アンチのチーム塗ってくれた。アンチのチーム塗ってくれた。やばい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 。やばいやばいやばい。あやばいやばいやばい。逆にいいかもしれないよ。ねえ。しょうがないじゃん、そこにいたんだもん。何してんの。いたんだもん、今、いたの。アンチ？はい。ちょっと、ふざけすぎたから。しっかり、はい、引き分けにしよう。ちゃんとやろう。ちゃんと。ちゃんと引き分けにしよう。ちゃんとやろう。ああ、え、待って、腰子。おお。ヒレオくん IQ 高っ。見ちゃった。それすごいな。今見た。見た今。見た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 。見た。もう一回見たい。すごいな。もう一回見たい今。一回なんか塗ってさ。あ、じゃあちょっとここビーってやる。うん。やったやったやった。ヒレオ、ヒレオちょっと来て。呼んでるよ。とここはここ頼む。あ、来た来た、本当に来たんだ。おお。え、お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 、賢い、賢いな。こうじゃ塗るわ、真ん中。オッケーオッケー。うん。みーってね。あー、危ない。ねえ、もう。なんで追いかけてくんの。苦しんで走ってる。何やってんの。追いかけてこないで。何やってんの。なんかランニングマジで走る。ああ、うわ、危ない。すごいことなってる。よし、ちょっと、ほらほら、あー、ねえ。待って、あと1分しかないから。1分しかないから。よしよし、ちょっと、やばい、来た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 、やばいやばい、あっち来た、あっち来た、ちょっとやばい。ねえ待って、ねえ、何やってんの、何やってんの、ちょっと待って、これ気分やばい。あ、ジェイソン、ジェイソン、時間、あ、やばいやばいやばい、時間やばい、時間やばい、アンチ塗って、やばい、時間やばいって言ってた、追ってんじゃねえよ。やばい、塗って塗って塗って、てかそっち側さ、塗ってって言うけどさ、スヌーピーの塗ってないじゃん。やばい、やばい、全然塗ってない。何攻撃してくるんだけど、攻撃してくる。危ない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 、これ見ちゃって、攻撃してくるんだけど、塗ってないから、ほら、全然塗ってない。ここ見て。遅いよ。
ちょっと何してんのよ、危ないって、うらねえ、何バーベキューしてんだよ。え、なんか何バーベキューしてん、ちょっと待って、引き分けどうなんだこれ。猫鳴いてる。はい。てってれー。何だと思う？何だと思う？ちょっと。何だと思う？いや、明らかにね、うん、1分過ぎた後らへんからめっちゃ撃たれるようになったんだよ。うん。アンチ絶対倒すドッキリだ。いや、違う。アンチが真剣に引き分けをしようとしてるところってめちゃくちゃ邪魔するドッキリ。ねえ、ただの意地悪じゃん。意地悪じゃない、意地悪じゃない。まあ一つちょっと、うん、心当たりがあるか。わかる気がする。心当たりがちょっとあるんだけど。なんだ。漆黒。それだ。それだ。いや、ちゃんと行った日があったんだよ。1回でしょ。その日に、あれ、アンチ遅刻しないんだって言われたんだよ。うん。じゃあ遅刻してやろうと思ったわけよ。俺が悪い。